平野紫仕様の爆発的な SNS 成功、キングプリンス、スノーマン、松本潤を抜き去る。日本のエンターテインメント業界において、平野紫仕様という名前は最近、瞬く間にトップスターの仲間入りを果たしました。彼は7月7日に滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所、飛べ、への合流を発表したばかりの元ジャニーズ事務所のメンバーであり。 その絶対的な無双状態は SNS 上でのフォロワー数からも伺えます。ジャニーズ事務所を離れた彼がキングプリンス、スノーマン、そして松本淳を含む他のスターたちを絶った2日で抜き去った理由を探ります。ジャニーズ事務所から飛べへの移籍後、平野潮は自身の公式インスタグラムを立ち上げました。それはまさに爆発的なスタートで、 たった2日間でフォロワー数が275万人を超えたのです。これは驚異的な数字であり、嵐公式やキムタク公式など、ジャニーズ事務所のトップスターたちの公式アカウントを上回るものでした。さらに驚くべきことに、スノーマンやキングプリンスといったグループの公式アカウントはという間に抜き去りました。この現象の背後には何があるのでしょうか 一つの要因は、平野志洋が SNS を積極的に活用していることです。彼は、Z 世代として知られる若い世代に絶対的な支持を受けており、その活動がフォロワー数の急増につながったことは明らかです。さらに、平野志洋はジャニーズ事務所退場後も、P&G 社のパブリンズのテレビ CM に出演し続けています。 契約は今月中旬までとされており、その後の展開が注目されています。他のジャニーズタレントとの競争や新たなプロジェクトへの参加など、彼の今後の活動には多くの期待が寄せられています。しかし、平野仕様には SNS 上での成功だけでなく、性被害問題に関連した論議も付きまとっています。 彼は外国人記者クラブでの会見で自身の性被害について言及しました。この発言は物議を醸し、一部から非難の声も上がりました。しかし、ファンからは平野に対する全面的な支持が表明され、ジャニー北川氏に対する批判も広がりました。興味深いことに、平野潮と岡本カウアンはかつて同じユニットに所属していた関係があります。 この事実は、彼らの過去と現在の状況を比較する際に重要な要素となっています。一方で、もともとジャニーズ事務所に所属していたメンバーで構成されたユニット、セクシーボイズは、ジャニー北川氏の死メンバーでありながら、メンバー全員がジャニーズ事務所を退除してしまったことが話題となっています。 この出来事は、ジャニーズ事務所の性加害問題に関連して、平野市用の人気が万一であることを示しています。結論。平野市用は、ジャニーズ事務所を離れた後も、その魅力を失わずに成功を収めています。SNS 上でのフォロワー数は、他のトップスターたちを迅速に抜き去り、彼の絶対的な無双状態を証明しています。 また、テレビ CM 出演においても高い評価を受けており、今後の活動にも期待が寄せられています。一方で、性被害問題に関連して彼の発言が論議を呼び起こしていますが、ファンからの指示は堅固であり、彼の人気は揺るぎません。 ジャニーズ事務所の性加害問題に関する第三者委員会の調査結果がどうであれ、平野耀はその好機を失わずに前進していくことでしょう。潜在や消臭スプレーのイメージキャラクターとしても、彼は最強の存在であり、今後の CM 出演にも注目が集まるでしょう。